別本とは、源氏物語の写本のうち、青拍子本、河地本のいずれにも属さないものを言う。またそのような写本によって伝えられる本文を指すことも、ある。別本の古称は、池田機関により1942年に出版された、源氏物語の後本である、後位源氏物語において、初めて用いられたもので、後に、源氏物語、 大政などにも採用されて広く普及することになった。そもそも別本とは青表紙本でもなく河内本でもないと認められる書写本をその性格、系統などを考慮に入れず一様に別本という一つの故障で扱おうとするあくまで便宜的な用語であって青表紙本や河内本のように特定の素本から分かれた何らかの共通の性格を持った一群の 写本が存在するわけではない。この実語を提唱した池田機関によれば、青表紙本や河内本が、青表紙本系統や、河内本系統と呼ばれたりするのと同様に別本を、別本系統と呼ぶのは誤りであり、別本という故障やその性格は、源氏物語の本文の研究が進んで、青表紙本や河内本の性格が明らかになった後で、改めて検討され、分類。 整理されるべきものであるとしていた。池田機関は別本の中には次のようなものが含まれるとしている。実際には青表紙本であるという確証もなく、河内本であるという確証もないというだけで、どのような性格を持った写本なのか不明な別本も少なくない。古伝本系別本とは青表紙本や河内本が成立する以前の本文を 伝えていると考えられている写本を言う。なお、古伝本系別本であるかどうかは、著者年代によって決まるものではない。確かに、河内本の元になったとされる、11位、霊古本など、青表紙本や河内本が成立する以前に存在した、写本は、すでに失われたと考えられる、紫式部の自筆本等を含め、すべてこの古伝本系別本ということになるが、 写本の性格は著者の元になった写本の性格によって決まるため、河内本や青表紙本の成立以後、例えば、江戸時代に作られた写本であっても元になる写本が古伝本系別本であれば出来上がった写本も古伝本系別本であり得る。根性本文系の別本とは、青表紙本や河内本が成立して、以後に成立した複数の系統の本文が混じった。 本文を有する伝本のことを言う。根性本文系別本に分類される別本については、といった様々な形での根性が考えられている。また根性の原因には、もともとあった本文に異なる系統の本文を競合することによる、根性の発生と一部分が欠けた写本に残った部分の本文と異なる系統の本文を持つ、 写本によって補ったことによって発生した根性とが存在すると考えられている。注釈的本文系の別本とは、絵言葉、古注釈、古形図等に引用されて残存する注釈的意図によって取り扱われた本文を言う。これらの中に含まれる本文は、通常の写本の中にある本文と比べて何らかの意図により改変されている可能性があると考えられることから、 通常の写本の中にある本文とは別の扱いをする必要があると考えられており、そのためにこれらをまとめて一つのグループとして取り扱っている。安倍昭夫により唱えられたもので、もし青表写本が藤原定家の目の前にあったある写本の中の一つを忠実に写し取ったものであるならば、青表写本とは実は古伝本系別本の一つであるということになる。 という考え方をもとに、青表紙本を別本に含めて考えることにより、源氏物語の本文を河内本と別本の二系統に分類する考え方である。このうち一部の写本では、人揃いのうちある部分の巻が別本であり、他の巻は青表紙本あるいは河内本ということもある。行為を収録した本として、次のようなものがある。ありがとうございます。